今日も可愛くてすみませんということで、はい、そうです、私が変な桃田ですということで、はい、今日もやってまいりました、ももクロちゃん DVD 特典映像桃田のお休みシリーズ、イエーイということでですね、今日も都会を離れ自然豊かな場所へやってきました。まあ最近ね、ももクロちゃんもちょっとだけですけど、まあ忙しくなってきまして、まあ多少ね、本当に多少なんですけど、まあ疲れなんか溜まってきちゃったりなんかね、もうちょっと肩とかもうクイックイって感じなんですけど、まあめっちゃ疲れとかも溜まってきちゃってるんで、もう癒されたいなって思いまして、今日はこうやって自然豊かな場所に、高尾山に合ってますか高尾山にやってまいりました、イエーイ。はい、やっぱいいですね、自然の中にこうポンってね、こう美少女が入るとまあなんて言うんですかね、絵になるって言うんですか、こういうのを、まあ、まあ絵になっちゃってる感じですなんですけど、まあね、今日も私本当は一人でいいんですけど、なんか私やっぱなんかボケキャラみたいな感じになっちゃってるんで、まあ、ツッコミの人がいた方が盛り上がるかなと思いつつ、まあ一人でもいいんですけど、まあ、おい早く紹介しろよ、待ってるんでさっきから。お前え何またお前え、ダメなんで、いや桃田さん直々の指名だって聞いて私来たんですけど、今日いや全然してないですてか何が美少女ですか、すっぴんじゃないですかいやいやいや、お前も桃田さん直々の指名で来たんですよ。いや全然してないですね。えなんでまた聞いたんだけどな、かなこちゃんがどうしても私じゃなきゃいかないって。行かない、うん、いや全く言ってないんですけど、え、じゃあもう帰るよあ、帰る、え、いいの、え、いいよ帰っていいの、だって全然呼んでないし、別に一人でも全然楽しそうだし今日。あ、そう、うん、あ、どうぞ帰っていいよ。じゃあ帰ろっかな、せっかく来たのに遠いんだけどな。バイバイ、もう疲れ、ほんと今日ありがとね、このだけに。止めろ、いっと、いっと私は容赦なんてしませんよ、いっと、はい、痛かった、うん、うん、どうもすいませんどうもすいませんだろ、あ、でもすいませんすごい顔してたよ、さっきずっと見てたけど、やばい、うん、まあいいんですよ、いいです、今日はね、こんな自然豊かな場所にやってきて、私はもうこのね、これで、お、私の可愛い姿を収めてくれる、違います、あれ、この綺麗なね、この風景と私も含めね、絵になる写真をいっぱい撮っていこうと思うんですけど、絶対途中で忘れて、何ですかその格好はえ、ちょっと虫とかいたら捕まえようかと思って高尾山に虫がね、いないよ、いるよ、さっき虫取り来る人はいないよ、虫、え、虫取り、こんな人いるだって見てよ今、うん、こう違うの、うん、そっか、それだったらちょっと一緒に歩きたくないわえ、でも持ってきちゃったしさ、荷物になるけどね、うん、それ持ってくの、うん、まあ、いいけどさね、まあ、いいよ、あとね、なんか高尾山には天狗様がいるらしいよ。天狗様、え、川上明じゃないからね、川上明じゃないだよね、うん、私もそっちの悪い方のこれをねしちゃったんだけど、いや高尾山に川上さんいたらね、もう捕まえちゃうよね、これ、ね、捕まえちゃうよね、もうすぐここの中入れるよ、すぐ入れるよね、ちっちゃくしてね、そんなちっちゃくして、鼻折って、いやいやいやね、どうする、はい、行く、もう今日は楽しんでいきましょうよ。そうだね、ね、実際私とで嬉しいです、はね、まあ、もう行きましょう、行きましょう、大自然育ちでね、大自然育ちでね、ね、行きましょう、行きましょう、行きましょう、高尾さんこれ持って